大震水上遺跡は、岩手県欧州市伊沢赤柳屋座喜びありにある、縄文時代の環状集落の遺跡。国の史跡に指定されている。岩手県の南西部に位置し、一辺20キロメートルで、日本最大級の扇状地である、伊沢扇状地の最央長部、標高280メートルの中位探求場に立地する。遺跡は、 縄文時代前期紅葉の大木後敷機に限られ遺構が存在しない直径約20メートルの中央広場を取り囲むように大型縦穴住居62棟がその長軸を中央広場の中心部へ向けて円環上に直径約110メートルの範囲で配置されさらにその外側には小型縦穴住居やある字に貯蔵穴と想定される土庫が巡っている 縄文時代の環状集落の方がは、縄文時代前期中央の綾やり日台遺跡や、根ゴ屋台遺跡に見られるが、それらは未だ、中央広場に、大型建て穴住居の長軸を向けない構造になる。それに対し、時期的にも交出する大浸水場遺跡は、中央広場に軸線を向けて、環状を形成する集落で、縄文時代中期に普遍化する、環状集落の初期形態として、 その形成状況がわかる重要な遺跡である。伊沢ダム建設事業に伴い当該地の発掘調査が2000年に開始されたが、中央広場を有する環状集落であることが判明したため、集落のほぼ全域は計画変更により保存された。2008年7月28日に国の史跡に指定された。ありがとうございます。